ただいまカラオケ付き合ってくれてみんなありがとうね。ちょっとスッキリしました。30分ぐらいやります。エリちゃんありがとうね。たくさん花火ワドツー、すっきりしました。いいよね、歌っていいよね。はい、古代さんワドツー、古代いらっしゃい。バンドやりたいな、またバンドやりてえわ。これでもあれだな、歌ってみたあげるのありかもしんないね歌ってみたあげようかな、俺も。よりめが歌ってみた。よりめのハゲが歌ってみたであげようかな。あ、でもいい匂いしてきたわ。どうもー、キャンミカドさんいらっしゃい。すげえ小手半だな、なんか。キャンミカドっていうセンスがすごいよね。ミカドって名前結構センスあるね。あれ？なんか音がちょっと。あ。マイクが寿命なのかな？なんか声変だよね。声変じゃね？闇が金梅に怒られてる。まあ、正解だよね。もう怒られた方がいいよ。うん。浅草でちゃんまんたちと飲んだ僕ですよ。え？キャンミカドさんって嘘？え、僕ってすごいたくさんいたじゃないですか。え、誰だろう？女の人ですか？男の方ですか？あ、マジですか？創設はどうもお世話になりました。ちょっとたくさん人数がいたんで誰だかわかんないですけど、どうもご無沙汰してます。去年、ん？今年か。さんじゃ、結構経つよね。闇が金牌に怒られてる。アホだな。また売名やってんの？うん。おー。460人集めてんだ。やるじゃん。うん。はい、こんばんは、ロクちゃんいらっしゃい。30分だけですが、楽しんでいってください。あ、でも別に30分じゃなくて、飯雑すればいいのか。配信中ご飯食べんのやだ。いいの？うん。ノンタンのご飯、レビューやろう。ノンタンご飯のレビューやります、じゃあ。はい、ワド2。みさきちゃんいらっしゃい。いらっしゃい。ニョロリンいらっしゃい、ワド2。楽しんでって。スクワット慣れてきたね。あげがいが減った。いや、今痛いよ。じゃあ、スクワットじゃないの考えるか。スクワットじゃないの何がいい？ 12 月は何にする？パーマかけてないよ。ジェル塗ってる。ノンタンが帰ってきてる。久々やから嬉しい。かわいいよ。はい、なんて読むんだろう。なんとか博士。なんとか博士いらっしゃい。男ですよ。今年ですね。金梅さん、ワドさん、うなちゃん、3杯目光る。はいはいはい、皆さんでしたね。あ、これ本当だな。あ、どうもどうも。よろしくお願いします。腹筋？鍛えるじゃなくて、何がいいかな？何が面白いかな？何がいいかな？獅子の博士って読むの。ありがとう。獅子の目博士って読むんだ。獅子の目ってすごいな。どこ鍛える？ジャンピングスクワットよ。なんか、初めの一歩みたいになってきたな。でも、部屋の中でジャンピング、ここ狭いんだよ。どれくらい狭いかっていうとさ、多分、伝わってないからだと思うんだけど、テーブルとの隙間、これで俺スクワットやってんだよ。これが、俺が見た画面の放送画面なんだけど、これがテーブルなのね。これがラックを組んでて、ここ、隙間が全然ないんだよ、ソファーとの。匠さんが狭って言ったかんね。ここに俺が座ってんだけど。狭いでしょ？だからここでジャンピングはぶつける、ここに。エアロビクス。
それもね、やってたんだよ。花火くれた人がリクエストして、長渕剛を歌うっていうのやってたんだけど、あんまり受けなかったんだよね。うん。狭いでしょ？だから結構距離感が近いんだよね。もう配信で見せるためだけにセット組んでるから。睡眠いっぱい取ってる顔してますね。いやー、いやー、そうでもなかったかな、今日は。うん。5時間ぐらいかな。うん、今日の睡眠。なんか睡眠障害抱えてて、結構ね、辛いんですよ。はい。でもこのままスクワットし続けて、なんか1万回ぐらいやったら鉄の太ももができそうだからひたすら鍛えまくるっていうのもいいよね。寝不足が顔、あのね、配信でライト当ててるからそっから。あのね、多分ね、光で見えないんだけどね、結構クマすごいよ俺。多分光の加減だと思うよ。今日クマそうでもないね。うん。本当に俺の携帯泣いたな。え？ケンケンヤミキさんいらっしゃい。本当に俺の携帯泣いたな。何の話？こんばんは、いらっしゃい。どういうことだろう。携帯泣いた？何の話？お、アスク FM。なんか、すげえいっぱい人来てる。なんだろう。アスク FM、質問が6個来てるね。あ、違うわ。物心ついたのは何歳の時、生まれて初めての記憶は？ほうほう、面白い質問だな。あ、いいねが押されたんだ。うん。あ、いいね押してもらったんだ。あ、ありがとう。いや、あのね、いいねが5個あって、質問が1個来てるね。質問が1個来てる。あ、これ面白い質問だな。後で答えとくよ。物心ついたの何歳の時？生まれて最初の記憶は何？あ、面白い質問だな。あのね、アスク FM っていうサイトがあるんですよ。で、これ結構おすすめしてて、俺が。アスク FM っていうアプリって言ったらいいのかな。なんか、Facebook とか Twitter みたいなサイトなんだけど、これがめちゃめちゃ面白くて、あの、匿名でも何でもいいんだけど、あの、俺に質問を投げかけることができて、俺は、その、来た質問で面白いっていうのにだけ答えることができるっていうサイト。これもしよかったらフォローして。これめっちゃ面白いから。で、昨日宣伝したら、リスナーさんが2つぐらい、その、彼女はいますかとか、あと、身長体重3サイズを教えてくださいとか、たまに質問来るんだよ。ふわっちはどうとか。これに俺が答えるっていう。だから何が面白いかっていうと、この人どんな人なんだろうって、ワド気になるじゃん。だけど、その他人の質問とかのやりとりで、その人となりがわかるんだよ。うん。あ、これ古代さんがしたんだ。匿名で質問したんだね。このサイト結構熱いよ。うん。なかなかまだ流行ってないんだけどね。結構ね、いろんな人の読んでて、配信者が結構やってて、あーなんか性格出るなーと思って。同じ質問でも全然答え方違うんだよね。うん。それが面白い。あ、ツイッターのフォローありがとうございます。ケンケンかわいそうさん、フォローありがとう。匿名の意味なかったね。匿名とね、確かね、コテハン選べるはずなんだよね。匿名とコテハン選べるボタンが、質問するときになんか選べたはず。今度俺の枠に来てください。あ、じゃあ今度見てみるよ、ケンケンさん。うん。ね、やってて発見したら見に行きますよ。うん。よろしくです。何系の配信やってるんですか？何系ですか？新八丁と金梅今どこいんの？大阪？四国にいんのかな？なんかテーマパークみたいなところいるっぽいよね。
チガイ配信か。あんま好きなジャンルじゃないかな、チガイ配信は。やっちょ、俺ブロックされたんだ。神戸。ほー。ルミナリエって言うんだ。へぇ。神戸ルミナリエって初めて聞いたんだけど、有名なの？何系のアトラクションとかあるんだろう。へぇ。すごい綺麗だね。なんかあれ、表参道みたいな感じ？うん。うん。ねえ、金梅さんとかしてるよね。うん。ホームページかなりいじれるな今日。おい、こんばんは。ニャンさんいらっしゃい。楽しんでて。いらっしゃい。うん。されてる？されてるって何が？うん。そうだよ。オフィシャルサイト始めたからさ、結構いろいろいじりたい部分が多いんだよね。まだ全然テンプレート、ブロック？ああ、まあ、うん。そうなんだ。うん。48名さんいらっしゃい。楽しんでってください。今ね、のんたんがね、ご飯作ってくれてる。嬉しいよね。のんたんが俺にご飯作ってくれてる。のんたんの手料理、煮込みハンバーグと、あともう一品何だったっけな。煮込みハンバーグと、ほい、違うよ。ホイコーローじゃないよ。村雨さんいらっしゃい。なんだっけ？チンジャオロースか。はいはいはい、思い出した。うん。この後に及んで番名とか信じらんない嫌味。いや、あいつ、もう、終わるぞ、本当に。まだ反省してないよね。あいつ、どんだけヘイト集めるつもりなんだよな。月見ちゃんいらっしゃい。月見ちゃんいらっしゃい。何がどうなったの？うん。アホだよな。wado.tv もワードプレスなんだね。ワードプレス、ワードプレス。うん。今、その、あのね、ワードプレスって、2種類あるんですよ。一般的にワードプレスって、ワードプレス .org っていうのと、まあ、一般的に言われてるワードプレスね。と、あとワードプレス .com っていう、なんかその、誰でも無料で使えますよみたいなのがあるんだけど、ワードプレス .com で作ってたのよ。でも SEO 対策とか全然できなくて、これダメだと思って。で、その会社でワードプレス教わってたから、じゃあ自分で作ろうと思って、1万円ぐらい投資したよ。え、彼女転んでた？転んだの？転んだ？うん。大丈夫？すげえ不安なんだけど。たくみさんいらっしゃい。大丈夫かな？なんだ、おっちょこちょいだからね。いいね。台所に立つ女は、いいね。なんかいいね。のんたん眺めてようぜ。こんばんは、カエルくんいらっしゃい。包丁の音なんかいいよね、うん、なんか家庭的だよね、うん、じゃあ俺がね昨日寝れなかったのはもうのんたんのせいだから。のんたんと朝7時まで語り合ってたから。中学生かよっていうね。朝し、配信終わったのがさ、夜の何時ぐらい？ 11 時ぐらいで、夜の11時から朝の7時までのんたんと語ってたんだよ。正気かよって思うよね。中学生じゃないんだから。
うん、朝この音を聞きたい。いいよね、家庭的だよね。のんたんと一緒に住みたいな俺。うん、のんたんともう結婚したよ俺。ヤミーの第一印象、あーなんだろうな、本当になんか配信と変わらないっていう感じかな。なんか結構そう、裏表じゃないんだけど、配信のキャラと普通のキャラ違う人が多いんだけど、ヤミーはね、あのまんまあの感じ、全然作ってないっていう感じがした。台所に立つ和道飲もうぜ。いやーごめんなさい、僕酒やめちゃったんですよ。あのもう一滴も飲んでないです数ヶ月。ローコさん合ってるよ。うん、ローコさん合ってる合ってる。だってさ、立川さんさ、コメントありがとうね立川さん。あのこの前さ、なんか若い男の子とロハコさんがなんか FC2 配信やって話題になったの知ってる？あれ繋いだの俺だから、あれセッティングしたの俺なのよ。あの若い男の子ふわっちで見つけて、ワン太郎くんって言うんだけど、それを お前ちょっとロハコさんに生贄になれって言って連れてったの俺なの。うん、だからあの時も合ってるよ。うん、僕はもう酒はやめましたね完全に。マジマジ、うん、 YouTube に動画残ってるよ。うん、その経緯も。ロハコさんだってもう多分配信会で一番仲いいのロハコさんだからね。うん、ワンタロウの配信見たけど絶望的にトーク面白くなかった。あ、まあまあこれからでしょ、配信始めてまず3ヶ月ぐらいでしょ。うん、トークっていうか、まあ多分年齢的なもんだろうな。うん、あの人間的に深みが出てこないと、あの面白くないから配信者って。そう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 。うん、やっぱなんか変わった特徴とか持ってたり、変わったね、なんかができる人がやっぱ配信は受けるよね。うん、まあでもそれを育てていくのもリスナーだから、育てがいはあるんじゃないの。まだね、配信に染まってない感じはするから。まあチェリーボーイみたいなもんだからね。ワードプレスどうしてこうかな。美味しいコメントをことごとく逃していくからイライラして切った。あー、いや、コメント広げたりコメント拾うのね大事なんだけどね。うん、なかなかねそこは若いうちできないっすよ。うん、それはねやっていく中で覚えていくことだから、単純にキャリアが足んないんだと思う。ただね、長くなってくるとね、できるようになるよ、それ。ウェブサーバーはロリポップで、ドメイン、ムームードメインで取ったかな。まあなんか、大元は同じ会社っぽいね。うん。サーバーロリポップのね、月250円のやつ。今無料の10日間無料キャンペーンで使ってるけど、ロリポップの250円のプランっすね。だから年間3000円と初期手数料設定費とか合わせて5000円ぐらいかかってるかな、サーバーが。ドメイン代が年間4000円だから、約1万ぐらい使っちゃってるね。まあでも、なんか自己投資だと思ってて、やっぱサイト作れると、うん、なんか有利だし、うん、仕事も取れるだろうしさ、いいかなと思って。これからね、ウェブサイト絶対なくならないからね、ウェブ作れる人は絶対需要あるから、うん、なんかポータルサイトでも作ろうかなとかも思ってたりもする。え、嘘、なんでワードプレスとロリポップダメなの。なんかね、 X サーバーがいいよって言われたんだけど1000円だったんだよ。もうコストをとにかく抑えたかったの。ワドもノンタンもホームページ作れるんちゃう。ノンタンはホームページ作れないかな。うん、ノンタンはネット苦手。俺はまあホームページ今覚えてる感じだね。うん、ロリポップダメなんだ。
マジか。なんでダメなの？ロリポップ。サーバーが弱いの？どこら辺がダメなのか教えてほしい。のんたん特定すごいよ。ワンワンのもう住所、バンチまで分かってたもん。すげえとか思って。いつでも刺せるって言ってたよ。いつでも刺しに行けるからワンワンはって言ってた。X サーバーがいいんだ、やっぱり。ロリポップは安定性とセキュリティが甘い。でもさ、いや、1万円は払えないよ。ロリポップダメなんだ。マジか。やっぱ X サーバー。レクチーいらっしゃい。FF にハマってるレクチーいらっしゃい。X サーバーか。1000円でしょ？年間1万払えねえよ。もっと稼げてたらいいんだけど、さすがにさ、なんつうの、個人サイトじゃん。個人サイトだからさ、でもサーバーの移転ってできるんでしょ別に。移行するとまた SEO かけないとダメなのかな。サーバーの移転って SEO もう一回かけ直さないといけない感じなんですか。ドメインはほら、信用がどんどん年数経っていくとつくけどね、初期。今はまだいいけど、アクセスが増えたらやばい。アクセス増えない、増えない、増えない。アクセス増えないよ。俺のブログだもん。払えばいいの手に入る。払わなければ手に入んない。まあ、そうっすよね。だって俺のさ、個人サイトでさ、ブログなわけじゃん。読む人って多分100人いないと思うよ。あ、ドメインで大丈夫なんだ。さすがあれだよな。こういう時すげえ頼もしいんだよな。普段さ、俺話す側だけどさ、なんかウェブのことを聞くとリスナーすげえ知識ある人多いから。ドメインは SEO の力を引き継ぐ方法ある。へえ。あ、そうなんだ。じゃあ移行するときにまた相談しますよ。とりあえず、まあサーバー落ちることなんてないし、100人いるかな。いや、瞬間アクセスだよ。瞬間アクセスで100人ドカって来ないじゃん。1日のアクセスは300ぐらいありますよ、そりゃ。300、400はあんの。多分ね、前作った wordpress.com で1日の平均アクセス300ぐらいだから。ただね、なんだろう。なんつうの、アドセンスとかでどうやって回収しようかっていうのが今頭悩ませてるところなんだよね。どうしてこうかな。まだプラグインも全然入れてないけどね。昨日1個プラグイン入れてシェアボタンつけただけで。ただこれ気に入ってないからシェアボタンも変えようと思ってるけど。ヘッダーも何もつけてないもん。まだそのサイト自体の構成を考えてない。設定だけしたって感じですね。ドメイン買ってサーバー設定して。風船100個ありがとう。ありがとう。要は同時アクセスがなかったらサーバー落ちないでしょ。ゆくゆくはね、EC サイトとかも作りたいな。あ、さ、思ったんだけどさ、例えばさ、ウェブのサービスを俺が展開するとしてさ、ウェブマネーとかに対応させる方法ってさ、あるの？なんかその、仮想通貨みたいなもの？クレジットカード決済とかをサイトに埋め込むのって、俺がクレジットカード会社と契約しないといけないよね。ドメイン育てるだけならロリポップでいいんだ。バガープレゼントありがとう。同時だけじゃなくても落ちる。あ、そうなんだ。まだ勉強不足なんだよね。本当に、なんだろう。生まれて初めてのサイトだから、何にもわかんないんだよ。システム使えるんだ。ちょっとその辺も勉強していきたいなとか思って。そしたらなんか会員サイトとか、有料メルマガとか、メルマガじゃなくて有料ブログみたいなのもやろうかなとか思ってて。あとその、ワードプレスで、ぶっちゃけ SNS 作れるらしくて。なんか和道の会員限定 SNS とか、なんか和道に限らずなんか、あ、生活保護のサイト立ち上げようと思ってるね。ナマポ .com を立ち上げようと思ってる。今アクセス数でもサーバー落ちたら逆に嬉しい。ほう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 。
でもサバ落ちって基本的にいいことだもんね。ユーザーからすると悪いことだけど、サイトオーナーからすると箔がつくことだもんね。クレカ使う場合は海外の会社通せば誰でもできる。無料でできんの？うん。なんでレクチャーさっきから笑ってんのかよくわかんないんだ。何が面白いんだっていう。ブリってんのかお前。アドセンスも報酬が月に7万とか8万超えるとアカウント停止のリスクが高まる。Google の契約厳しい。え、なんで？無料なんだ。え、ちょっと待って、なんでなんで？なんで月に7万とか8万超えると急に止まるの？逆じゃない？ちょっとアクセス儲かってるってことでしょ？アイディアは言わない方がいいぞ。ああ、そういう世界か。うん。確かに。まあ、パクられたら終わりだからね。うん。確かに。でも、いや、無理、無理だよ。ナマポについてのコンテンツの中身が重要なんだもん。いや、ナマポで SEO をかけることができたとしても、結局コンテンツだもん。あ、ナマポ .com で笑ったんだ。どこで笑ったんだろうと思って。笑う要素あるかなと思って。うん。なんつうの。コンテンツの中身には自信あるから。まあでも SEO を取られたら終わりだからな。うん。その辺が難しいところだよね。ていうかさ、昔さ、ホームページビルダーみたいなのね、バインドっていうのがあったんだよ。バインドいくらだったかな ?3 万円か、まあ、2万円ぐらいで買えるソフトだったんだけど、ぶっちゃけた話でワードプレス覚えたらバインドとかビルダーいらなくない?なんでこれ無料なの?って思ったんだよ。だってさ、ぶっちゃけた話、ホームページビルダーよりもいいじゃん。SEO 対策とかプラグインとかさ、めちゃめちゃすごいと思って。これ、どういう仕組みでどうなってんの?ワードプレスって。全然意味わかんなくない?どういうことなんだろう?これは。どうやって儲けてるんだろう?そもそも儲けてないのかな?なんでみんなビルダーとか使うんだろう?ホームページビルダーは SEO めちゃくちゃ、ね。コードめちゃくちゃだよね。コードめちゃくちゃだよね、本当に。ビルダーで作ると。ナマポって言葉あんまり良くないよね。まあね。うん。うん。でも、ナマポ .com は結構流行りそうだけどね。簡単に取られるし、改良して、あたかも自分が開発したかのように、語るからな。ああ、それはね、なんかバズブっていうブログ見てて思った。すぐに、なんだっけ、コンソール、Google コンソールにすぐ登録しろって。うん。あのね、ホームページを作る話ですね。サイトの運営は商売としてするの。うん。要は、アメブロとか、ね、Twitter とかでもよかったんだけど、なんかもう、SNS が多すぎたから、なんかこう、お金、まあ、ね、OK。俺のブログに全部書いてある、それ、エリちゃん。まさにそれ書いてあるから、後で暇な時これ、ブックマークしといて。これ読めば全部書いてある。最初の記事がそれ、まさに。うん。運営はなんでこのサイトを立ち上げたのかっていう話が書いてあるから、もしよかったら読んでみて。うん。うん。ブックマークしといて、ぜひ。これ、すごい育てていくから。あんま言わない方がいいの?いや、別にいいよ。別にいいよ。ぶっちゃけな話は俺、配信に人が集まればいいから、ブログで稼ごうっていう感じじゃないの?アクセス集めようとか。そうじゃなくて、なんかこう、まあ、なんつうんだろう。みんなが楽しめるようなコンテンツ作りたいだけだから。確かに、まあ、ネタは言わない方がいいんだろうけど、あんまり気になんないかな。ホームページの収入が生まれるようになってきたから考えればいい。うん、そうそうそう。アソシエイトも登録しとこう。お、オッケーオッケー。なんだっけ、アソシエイトと、なんかいっぱい登録しないといけないんだよな。コンソールと、あとマスターツールみたいなのもあるよね。あと、アドセンスでしょ?あとなんだ。アナリティクスか。やることいっぱいあんな。ていうか全部登録を一元で管理できるの作れや、Google。なんだよ。サイト1個立ち上げんのに。コンソール?アソシエイト?
アドセンス何何なのってなるでしょ。参入障壁が高いんだってこれ、うん、はい、シュクルいらっしゃい、ワダツ。ねえ、アコムのバナー載せることができたらワンクリック5000円。あ、そうなんだ。アナリティクスは重要。まあアナリティクスないと解析ができないですもんね。僕が最近すごいと思ってるのが、あのヒートマップっていうサイト知ってます？あのアナリティクスみたいなやつなんだけど、ヒートマップって有名なのかな？俺最近それあの会社で導入して無料版でやってるんだけど、めちゃめちゃすごいよヒートマップ。サイトやってる人ね、ヒートマップ知ってんのかな？有名なのかな？なんか熱いと思ってて。ヒートマップ知ってる？みんな。アドセンス二次審査まであるから、とりあえず記事を貯めよう。あ、そうなんだ。え、でも Google AdSense って YouTube やってる時に撮ってるはずだから、俺 AdSense 撮ってるよ。多分。AdSense 撮ってなかったっけ、俺。AdSense は知らないところで規約違反をしてると言われる。ちなみに報酬100万を超えると Google の単、え、嘘！すげえ。マジか。知らなかったわ。あ、彼女彼女。ほら、これでしょ？アドセンス。あ、Google アドセンスはもう登録終わってる。あの、YouTube で課金するのでやってるから。うん。だからアドセンスはやってるね。まあ、それ担当つくわな。あ、それつくわな。うん。でも、あれでしょ？ 100 万ぐらいだったらメールサポートとかでしょ？多分。打ち合わせとかはしないはずだけど。これ Google 本社、ほら、あの、YouTube の取材で行ったことあるから、間違えて Google 本社行っちゃったんだよね。日本法人の。うん。でも、サイトのレイアウト的にさ、あんまり崩したくなくて、なんかいい感じに広告入れる方法ないっすか？誰かに教わりてえな、プロに。なんか、サイトでいくら稼いでますみたいなリスナーさんいたら、なんかスカイプで30分ぐらい話してみたい。まずはこれやれ、これやれ、みたいな。うん、ぶっちゃけた話、ウェブでいくら稼いでるのか言える人いる？ホームページ運営でいくら稼いでるのか、もし稼いでる人いたら教えてくんね。いくら稼いでんの？みんながね、俺を育ててくれて。あれ？ありがとう。言えないの？あんまりなんか金の話みんな聞くくせにさ、俺の収入はいくらだとかなんだかんだとか聞くくせに自分の時は言わねえのな。うん。リスクが高いの？リスクですか？リスクヘッジですか皆さん。俺にリスクだけ取らせて。まあいいんだけどさ、リスクあった方が面白いじゃん。なおさんいらっしゃい。アコギがある。いや、だからレクチにアコギあるって聞いたじゃん。探したんだよ。うん。ノンタン、ほんとスタイルいいよな。あのさ、ノンタンの裸の写真、インスタグラムに何枚も上げてるけど、めちゃめちゃスタイルいいよ。ほんとアニメみたいだよ。うん。スタイルいいっていうか、ガリガリなんだよね。なんか、エヴァンゲリオンの綾波レイみたいな体してんのよ。アスカとか。俺は以前、ペラサイトの量産で、ペラサイトっていうのは何だろう。50万を超えてた。今は PPC に移行したから専門的には語れない。PPC がわかんないからもう何言ってるかわかんないわ。50万稼いだしかわかんねえわ。俺が理解できたのこの文面で50万稼いだしかわかんねえわ。昨日ね、ノンタンと朝7時まで語り合ったって言ったじゃん。何を朝7時まで語り合ったかっていうと、ノンタンが女子高生の時にいかにモテたかっていう話を朝7時まで話してた。すごいだろ。ノンタンは高校生の時にいかにモテてたかっていう、ノンタンの、珍しくノンタンがさ、ずっと語ってたから、ね。うん。ちょっと面白かったよ。うん。うん、そう。熱い話だったよ。うん。
薄いホームページを量産と検索して出てくる、上とか左に出てくる広告が PPC。 あー、はい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 、なるほど。まあ俺はほら情報商材とかもやるつもりないしさ、あのなんかサイトでがっつり儲けようじゃなくて、なんか薄くでいいから、なんか普通に3万とか、もしくはこれがこのサーバー代と、なんかこう普通になんかブログとかやってて、まあなんつうんだろう、年間のサーバー代ドメインがペイできればいいぐらいになってる、考えてる。ペラサイトは1商品1ページのサイト、あれしょ、ランディングページのことじゃないの、ペラサイトっていうの。俺それランディングページって教わったけど、以前はこれを200サイトとかで稼げた。なんかさ、19歳の時に俺と同学年でもう、あ、それのことか。俺ともう一人いたんだよ。で、あの、与沢翼の先輩の先輩筋とかで、もう、だから今から何年前の話だ ?12 年ぐらい前の話なんだけど、そいつすげえ稼いでて、19歳で、その、なんだっけ、あの、なんだ、あの、情報商材のサイトなんだっけ、インフォトップか。インフォトップで、あの、遊びながらね、あの、8000万ぐらい稼いでたんだよ、年間。で、その時の、もっと、ちょっと、その前の世代って、あの、すごくて、本当に情報商材1本出して、1ヶ月で500万とか1000万とか売れなかったら外れ。100万とか売れても外れだったんだって。だからもうひたすらみんな量産しまくってた時期があるんだって。で、結局、だんだんその詐欺じゃんってなって売れなくなっていって、最後に出てきたのが与沢翼だって言われてるよね。3世代後。だから結局与沢は、全然稼げてなくて、みんなもう海外に逃げてるのよ。もう海外で悠々自適でお城に住んでるんだけど、与沢翼が頭いいのは、結局ネタがなくなってきた時、自分を情報商材にして、顔出して初めて売ったやつって言われてるよ。特化型にすればいいんだと思う。生ポドットコムはいけると思う。それはね、前から絶対いけると思ってたし、俺はどちらかっていうとゴールは出版だと思ってて、今回のこのブログに関して言ったら、生ポドットコムでなんか生活保護に関するデータベース作ろうと思ってるね。もう一つ企画はホームレスドットコムもやろうと思ってるね。うん。あ、梅子ぶっちゃいらっしゃい。今日東京暑かったね。暖かかったって感じだね。うん、暑かったってわけじゃないけど、 T シャツにジャケットでよかったね。野沢なんだかんだ言って実力者だよ。いや、もうめちゃめちゃセンスあると思う。っていうか気合があるよね。うん。別に嫌いじゃないよ。あの、彼の思想が嫌いなだけで、頭はめちゃめちゃ賢いと思うよ。うん。あと、人的に面白いね。うん。だけど、ぶっちゃけた話、友達にはなれないっていうか、尊敬ができないって感じかな。友達になれても尊敬はできない。だから、背筋主義的すぎて、結局なんか、第二のホリエモンとか言われてたけど、なんか、ホリエモンとは根本的に違うと思ってた。与沢は今、結構また復活してるでしょ、海外で。なんだっけ、もうまた10億とか20億とか、なんか資産構築してるよね、また。うん。ていうか、あの、知り合いが与沢翼の先輩なんだよ。だから、あの、結構、その、リアルな情報とか結構入ってくるんだよ。シンガポールで何か成功したらしい。なんかやってるよね。うん。まあ、すごいよね。まあ、金稼ぐ才能はあるんだろうな。うん。株なんだ。へえ。まあでも、ウェブでもちょっとお小遣い稼ぎたいよな。せっかくやるんだから。長い目で見て。3年4年って、なんか育てていきたいかな。ドバイで子供が産む、ああ、妊娠したんだ。へえ。ドバイって国籍取れなくない？そんな簡単に。ドバイの国籍取ったの？ドバイの国籍取るの、確かめちゃめちゃ難しいはずなんだけど、あそこ。ドバイの、あの、稼ぐことよりも、10億稼ぐとか100億稼ぐことよりも、ドバイの国籍取る方が結構すごいんだけど。うん。金だけじゃ無理だからね。相当な人脈がないと無理だよ。
いい匂いしてきたわ。タコスのスパイシーな匂いしてきたわ。いいね。あのさ、今日の飯ね、タコス作ってくれてる。ノンタンの手作り。タコス、タコス。やっぱ稼げるノウハウって言わないもんなんだな、みんなな。うん、でもなんか、よくさ、俺の持論なんだけど、人を育てたりするので金引っ張るやつ俺嫌いなんだよ。要はこの情報を育ててやって1年間コンサルでいくらっていうの考え方が嫌いで、なんでかっていうと、やっぱり吉田松陰とかもずっと言ってるけど、教育からは金取っちゃいけないっていうのが日本人がここまでやってきたことだと思ってるから、教育だけは無料でシェアすべきだと思うんだよね、情報は。うん。だから、さっきなんでそのペラペラあんま喋んない方がいいよって言われたけど、ネタとかそういうのは俺は全然喋っちゃう方かな。なんかそれでね、なんか月々いくらとか300万引っ張るとか結構周りやってたんだけど、俺あんま好きじゃない、昔から。うん。だって本当に稼げるんだったら、そいつ1000万稼がせて、なんだろう、パーで3割取った方がいいと思ってるから、なんでそいつ自身から金引っ張るんだろうと思って。よくあるネットでスマホ一つで100万稼げみたいなやつはうさんくさいけど、稼げるところもあるし、本当に実力持ってる人もいるんだけど、でもぶっちゃけた話さ、その、能力のない人っているじゃん。まあ、障害者であったりとか、知的に勉強ができない苦手な人とかいるじゃん。だからそいつから300万取っちゃうと保証できないわけじゃん。うん。シェアした方がも、あのね、これ上場企業の社長に教わったんだけど、あのね、小さいビジネスはギブアンドテイクやるって。要はぶっちゃけた話、才能とか器量があったら、数億円稼ぐやつなんて5万といるんだって教わったの。あの、上田さんって言って、なんていうのかな。総務省が選んだ、名経営者100人っていうのをやったことがあって、で、そこに選ばれてんのよ。で、もう亡くなった松下幸之助とかバリバリ入ってんの。本田宗一郎とか。その中の一人に選ばれて、上場企業3社作ったのかな、上田さんは。で、上田さんに言われたんだけど、そのギブアンドテイクで稼ぐやつっていうのは、もう器量があったら、ぶっちゃけた話、本人の才能だけで2億3億作るやつなんて5万といると。ただ本当に日本を変えたりとか世の中を変えるようなサービスを作ったり、でっかい志をやる、もう孫さんとか俺みたいな人っていうのは、もうね、ギブしかしないよって言われて。で、なんでかっていうと、ギブアンドテイクなんて、全然話になんなくて、与えた分しか返ってこないと。だから、ギブをし続ける環境さえ整ったら、必ず、テイクじゃなくてリターンがあるって教わったの。ギブギブギブだけやってるやつが勝つよって。で、返ってくるのは40代、50代、60代だからって。だから、30代までの、30代、40代までの期間に与え続けたやつっていうのは神様って裏切らないから絶対リターン。要はそいつから帰ってくるんじゃなくて、もう噂が噂を呼んで、なんつうんだろう。全体から帰ってくるみたいな。市場全体から帰ってくるみたいな感じだって言われた。うん。だから、ギブアンドテイクじゃなくて、ギブギブギブアンドリターンだって言われた。うん。だから、なんか、濃すいビジネスやりたくない。うん。濃すいのは嫌だ。まあ正直言ったら100万稼げますとかもあると思うけど、シェアしてた方が良いと思うけど、誰にでも教えようとはならない。もちろんそれはそうだよ。うん。もちろんもちろん。ね、気に入った人とかさ、この人を育てたいっていう人がね、やっぱね、この人と幸せになりたいって。だから俺よく思うんだけど、いつ、どこ、夢って何かっていうと、いつ、どこで、誰と、何を、いつまでじゃん。この5種類しかないんだよ。いつ、どこで、何を、
いつ、どこで、誰と、何を、いつまで、やるのか。これが全部好きなことだったら噛み合うけど、俺が一番大事にしてるのは、いつとか何をとか、いつまでとか、どこでとか、どうでもよくて、誰とが一番重要だって言ってるの。例えば、これよく説明するんだけど、女の子が、結婚したい、私も結婚したいとか言うでしょ？いや、結婚って何をなの？ハワイで結婚したいとか言ってるじゃん。そうじゃないだろうと。誰と、なんだよ。俺が一番大事なのって。ディズニーランド行きたいとかじゃないんだよ。東京行きたい。来年東京行きたいとかじゃないのよ。誰となんだよ、まず。人間ってそこをブレちゃいけないと思ってて、その好きな人を、例えばだから、俺はどこ行きたいとかないの。何をしたいとかはあるけど、でも、のんたんとなんだよ。のんたんだからなんだよ。俺、たくみさんととか、ハッチととか、リスナーさんとなんだよ、やっぱり俺。レクチととか。だからそれが音楽でもいいし、配信でもいいし、生きることって誰とかなんだよ、俺の中で。だから、そこをね、なんか、間違えちゃってるやつ多すぎると思ってて、もう道徳の問題だと思うんだけど、ぶっちゃけた話、資本主義が行き過ぎてて、才能あるやつとか、頭いいやつとか、器量あるやつは稼げる時代なんだよ。いくらでも稼げるんだよ、頭良かったら。だけど、その、仲間、浅井さんみたいに、誰からもリスペクトされたりとか、貧乏でも幸せだったりとかするのって、すごく難しくなっちゃったんだよ。ここを取り戻したいんだよ、俺は。うん。それかつ、金があったらベストだと思ってるから。なんつうんだろう。うん、金が大事なのは当たり前だから、そうじゃなくて、一緒にいるやつも幸せにできないんだったらさ、自分一人が幸せになって終わりだからさ。そこはね、思うかな。誰と何をやるのかの順番。誰と何を、どこで、いつ、いつまで、みたいな。誰だよ。だから人だよね、やっぱ。できたな。おー、すごいじゃん。おー、すごい。すごくない？のんたん。のんたんが作ってくれた。タコスでーす。なんかベローンってなってるね。ベローンってなってる。美味しそう。ねえ、すごいよ、ほら。のんたんが作ってくれた。うまそう。のんたん、写真撮りたいからのんたんこれ持って。来て。ドバーってなっちゃうけど。ドバー、直して直してじゃん。あ、でもいいんじゃん。具が見えてるから。写真撮ろうね。あ、また新しい質問来た、アスク FM。よいしょ。のんたんもっとこっち来て。え、違う違う。顔にこう寄せて。あ、そんな感じ。ちょっと待って。笑って。なんか違うな。普通にして、普通に。普通にできない。はい、ありがとう。ありがとうね。一緒に食べよう。美味しそう。俺2個食べれる。え、まだあんの？もう作って。写真アップしよう。嬉しいなぁ。ねえ。すごいね。タコス作ってもらうの初めてだわ。写真アップします。おい、モネいらっしゃい。いや、嬉しいよ。いつもコンビニ弁当とかだからさ、俺ら。なんか、多分休日だから凝ったの作ってあげようと思ったんじゃん。嬉しいよね。こういうのがいいですよ。手作りが一番いいですよ。ん？食べよう一緒に。ねえ、
今からレビューします。ツイッターにあげようかな。こう来ないよ。いいじゃん。気にしなくていい、うん、いただきます。ちょっと待って、ツイッターにあげる。先食べてて、うん、美味しい美味しい。俺も楽しみだな。ちょっと待って、すぐ食べるから。玉ねぎ辛いから食べる。大丈夫だった、うん、バーガープレゼントありがとう。うまい、うん、いいなぁ。みんな晩ご飯食べた、うん、みんな晩ご飯食べた。もう金曜だからね、みんなうまいもん食ってるでしょ。よいしょ。ボリューム満点だね。おお、チーズ入ってんじゃん。いいじゃん。いいね。いただきます。タコスです。こんばんは。タコスいただきます。大丈夫？ああ。ああ、ボロボロだ。よいしょ。はい。うん、これから？お鍋か。いいね。冬は鍋だよね。うん、水炊きでも美味しいからね。いただきます。ほう。すげえ。あ？何？俺ヘッドホンしてるかわかんないけど。多分大丈夫。大丈夫？うん。いただきます。すげえ。彼女だよ。うん。トラオさんいらっしゃ、あ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 、もう最悪。あ、うまっ！うまっ！めっちゃうまい。あ、これうまっ。超うまいわ。うまい、大好き。うん。うまい。あ、すごい。お店のより美味しいよ、これ。うまい、うまい。いただきます。うん。うん。うまっ。うまい。うまい。うまい。すごいね。野菜たっぷりで。うん、タコスってうまいんだな。うん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 。彼女が作ってくれたの。うまい、これ。ねえ、このタコスのパンみたいなのは売ってるの。へえ、便利だね。うん。何でも売ってるもんね。カレーのなんとかも売ってるもんね。うん。美味しい。いや、本当にうまい。まずい時まずいって言うもんね、俺。平気で言うもんね。あ、まずいわって。これうまい。また作ってほしい。うん。うまっ。うん。野菜がうまい。おいしい。なんでタコス食べようかなと思ったの？なんかスーパーで。うん。豆腐とか買って。ん？豆腐？うん。
白だしとか買ってきて、はいはい、食べようと思ったんだけど、うん、朝から食べたいな。よく作るの？お家で？家でよく作るの？お家で作る。へえ。うん、うん、あ、ボロボロ崩れるな、やっぱ、うんうん、まあ、そういうもんだもんね。うん、野菜がたっぷりでいい。すごいみずみずしい。肉が多すぎるんだよ。うまいね。トマトも入ってるし、レタス、玉ねぎ、うん、うんめえ、これ。うん。足りる？もう一個食べる？あとで食べる？ん？あとで食べる？俺今、食べないんだったら食べるけど。半分こする？まだあるよ。まだあるの？うん、じゃあこれいただくわ。え？めっちゃ食べる。うん。いっぱい食べよう。うん。めっちゃ食べよう。バカプレゼントありがとう。すみません、自分だけ。うまい。あ、これうめえわ。なんだろう、この味。こんばんは、ハートプレゼントありがとう。うん、すげえうまい。ただこれ、ひっくり返すの大変なんだけど。うん。ラップみたいにするのがいいんじゃん。で、真ん中の方にひき肉を詰めて、端っこの方ボロボロ出ちゃうよ。うん。うん、ちょっと詰めすぎか。すごい、もう、パンパン。うん。これはうまい。ボリュームありそう。まあ、いくらでも入るよね、うまいもんは。うん。うん。マリアいらっしゃい。うま。ねえ、メキシコに行ってさ、本場のタコス食ってみたいよね。でも日本ってすごいよな、何でもあるもんね。日本で食えない国の料理とかないでしょ。本場よりノンタン手作りの方が美味しいかもよ。全然可能性あるよ。てかこれ普通にうまいよ。マジで。うん。マジうまい。そうだよね。てか、日本人はマジでグルメだと思ってるから。ほんとグルメだと思う。やべえ、腹いっぱいになる、これ。大丈夫？え？2個で平気？まだあんの？あ、いいよ、取っとこうぜ。うん。あとで食べる。人間さ、うまいもん食うのが一番幸せだから。そう思わない？うまいものを食うより、うまいものを食うのが一番幸せだよ。そう、ばあちゃんが言ってた。あの、ばあちゃんの教訓。うん。腹減ってるから喧嘩すんだよって。腹減ってるから戦争すんだよって。腹減ってるから物を盗むんだよって。
満腹で悪い人見たことないって言ってた。うん。だから私は子供に、あの、ひもじい思いだけは絶対させないって言ってた。うん。うん。腹が減ってるから犯罪するんだ。うん。うまっ。うん。のんたん結構食うんだよ。太らないんだよね。大盛りとかすげえ食うよ。男みたいな性格で、家系ラーメンとか好きなんだよ。しょっぱいの好きなの。のんちゃん人見知りだから、うんうん、のんちゃん可愛いよね。うまかった、ごちそうさま、ありがとう、ほんとうまかった。これまた作って、たまに3ヶ月に、2ヶ月に1回ぐらい食いたいよね。これ、あれだよ。和道家の、和道家の食卓に、ちょっとルーティーンで入れよ、これ。第3金曜日は、第3金曜日は、タコスみたいな。何？タコライス。いや、俺ね、やっぱタコスはタコスだよ。何でもご飯にかけ、あのね、お米ってすごいんだよ。お米ってぶっちゃけ何と合わせて食ってもうまいんだよ。だけど、お米のポテンシャルを最大限引き出すようにやんないとダメなんだよ。だって、タコスはこのパンで作るからって言ってこの味になったわけじゃん。これをお米に変えるってことはお米を度外視してるんだよ。お米に対するリスペクトがないんだよ。本当にお米のこと考えたら、あの、調理法が変わるはずだっていう。何でもご飯に乗っければ、うまいですよ、それは。うまいけど、お米をバカにしてると思ってるから。うん。うん。そうまないよ。お米に対するリスペクトなくしたら終わりだよ。俺だから笑われんの、本当に。好きな食べ物何って言ったら、米ですって言うと笑われんの。冗談でしょって。いやいや、米だろって。米と味噌と塩があれば生きてくるかな。だから米なくなったら終わりだからね、日本人。うん。って言いながらタコ作ってるカップル。パフェありがとう。おお、中野ちゃんいらっしゃい。カレーは、いやいや、ターメリックライスとかあるじゃん。だからそれがお米に対するリスペクトなんだよ。だから調理法変わってるんだよ、実際。おい、花火ありがとう。だから日本人のカレーは、しかもインド経由じゃなくてイギリス経由だから。うん。あれはインドからイギリスに行って、イギリスから日本に入った。こんばんは、中野ちゃん。そう。だからライスに合わせて味付け変わってるでしょ？でもタコスだけは、タコス用のタコスじゃん。タコライス用のタコスを作れと。そういうことよ。うん。タコライス用のタコスを発展させるのが日本人だから。てか今日太もも痛えな。ああ、うん、俺めちゃめちゃガツガツ食うね。本当はね、あの配信で食べるの嫌いなんですよ。あんまね、その食べるのを人に見せるのは癒しい行為だと思ってるから。あと喋ってる時に食べるか喋るかはっきりしとると、うん、そう、まあ結構レアですよ。僕は食い物食ってる配信は結構レアだと思う。食い物に集中したいタイプだから。だから一番許せないのは別に食いながら喋るとお鍋つつきながら喋るのはあり、あり。俺はやんないけどあんまり。ただ、食い物で遊ぶやつ大っ嫌い。うん。早食いとか大食いとか。うん。なんか、腐らせるとか捨てるとか遊ぶとか持ってのほかだよ。うん。命に対する侮辱だね、あれは。うん。あれは生命に対する侮辱。うん。
うん、日本人じゃねえよ、うん、そんなことでするやつは、うん、人間じゃねえ、うん、あとね、食い方とか食事って、あの、教育が出るじゃん。あの、なんつうの。人と飯行くと、そいつの家の教育わかるよね。うん、米粒をお皿に残す人はちょっと、あー、絶対、米粒なんか絶対残さないよ、俺。綺麗に食うよ。うん。だって、寿司屋で、カマ食ってたら、寿司屋でカマ食ってたら、お兄ちゃん気持ちいいぐらい綺麗に食うねって言われたもん、大将に。箸とかお椀とかもね、テーブルマナーで大体わかるよね。うん。だからね、飯で困ったことないからそういうことできんだよ。飽食の日本だからできるんだよ。うん。だから地獄見た方がいいんだよ。一回。飯が食えないぐらいに追い込まれた方がいいんだよ、そういうやつは。いや、タコスうまかったな。うん。タコスいいね。でもさ、食い物ってすごい重要で、実は人生って有限じゃん。で、365日で3回飯食うとしたら、まあ、1年間で1000いくつ ?1000 何回 ?1100 回ぐらい食うのか。10年間で1万と1000回だから10万回ぐらいしか食わないんだよ。何食うかって結構大事だよね。回転寿司でシャリ積み上げるやつとか、もう論外だね。うん。シャリだけ残す人、バカじゃねえの、ほんと。うん。もうね、ほんとね、おかしくなってんだよ。全体的に。うん。うん、悲しいよね。だからね、あのね、消費する喜びしかないの。アメリカもそうでしょ。生産と消費はセットじゃないとダメよ。うん。インプットとアウトプットのバランスが狂うと人間おかしくなんだよ。こんばんは。キッドさんいらっしゃい。おかずを残してもご飯だけはなぜかバチが当たる気がする。おかずも残さないな、俺。うん。おかずも残したらダメよ。うん。回転寿司でシャリだけね。でも日本の、あの、廃棄量、知ってる？日本って実は世界で一番食い物捨ててる国なんだよ。うん。調べてみるとゾッとするよ。調べてみようか。どれくらいだっけな。日本食料廃棄すごいんだよ。だから俺フードバンク実はやりたいんだよ。ね、民間調査で27000万トン、2700万トンだって。うん。1年間で2700万トンの食料を捨ててるんだって。で、国の発表、政府の発表でも1900万トン。1900万トンで、多分ね、貧困国救えるぞ。これが日本の現状だよ。これがリアルだよ。うん。頭おかしいよね。飯が食えない奴がいるのに。狂ってるわ。狂ってる。資本主義もうやめないと。古いよ。うん。資本主義が発展したのは、資本主義のおかげでここまで発展したのは認めるけど、もういらない。うん。共産主義とか言ってるわけじゃないよ。うん。資本主義やめよ。コンビニの弁当とかって売れなかった分全部廃棄。そうだよ。あ、で、セブンイレブンに関しては、もっとありえなくて、牛肉弁当を牛に食わせてんだよ。それで狂牛病になったの忘れたのっていう。それで供給病になったの忘れたのっていう。肉骨粉が原因じゃん。同じことやってんだよ、セブンイレブン。ぐちゃぐちゃだよ。昔は給食を残しちゃダメだったけど、今は残しても何も言われない。うん。だからお金が優先だから。だから俺狂ってると思うよ。コンビニのさ、50歳のおっさんがさ、
なんだろう、12歳とかが駄菓子買ったらありがとうございましたって頭下げるでしょ。100円のお菓子買ってコンビニのおっちゃんがバカじゃねえの。うん、狂ってるよ。50年間も生きてるやつが10歳しか生きてないやつに100円で頭下げる時代だから、うん、あのね違うんだよ達也さん、肉コップンなの分かってる。だから肉コップンって言ったじゃん。それは分かってんの。そうじゃなくて人間もそうなんだけど、動食のものをだから牛が牛食ったりとか人間が人間食ったりすると奇病が発生すんのよ、うん、それが原因だっていうことを言ってんの。それはね、結構医学界の常識っていうか、もう統計データ出てるね。ふわりいらっしゃい。うん。だから、その、ある民族に、その、埋葬するときに人間を食う風習、人間の死体食う風習がある村があって、疫病みたいな謎の奇病が発生したのよ。バタバタ脳がやられてたの。で、その、人間の死体食うなって止めさせたら亡くなったんだよ。プリオン病って言うんだ。うん。ここの配信見てたら勉強になるわ。うん。だからね、神様っているんだよ、多分。っていうかね、あ、俺神について語ろうか。神について語っていい。ちょっとこれ、結構いい話だよ。神が何か教えてあげようか、俺。今日。これ俺の、これ、もう冷やかしなしで結構深い話するよ。俺神、もう分かったんだよ。神が何なのか分かっちゃったの。うん。これは、わかる人とわかんない人がいるんだよ。たまちびいらっしゃい。骨食べてた。うん。まあまあ、ちょっとぐらいならいいけど、風習としてがっつり食っちゃダメってことね。まあ、グラップラーバケモン、猿の肉食ってたから、猿のほ、なんか歯とか食ってたから大丈夫だと思うけど、ちょっと食うぐらいなら大丈夫だよ。うん。あのね、神はいないよ。うん。もう一回言おうか。神はいない、うん。神はね、あるんだよ。わかんねえだろ。わかる？神は人じゃないんだよ、うん。違う。俺はもう知ってるから。お、モネさん花火ありがとう。神はね、あるんだよ。いや、もう、この言葉の通り、聖書に書いてあるから。うん。その意味が俺にはわかる。神って現象だから。人の形してないよ。ありがとうございます、モネさん。キリスト教、神ヤーハウェイを唱えてる、キリスト教でも言われてんだから、神はあるってずっと書かれてるんだから、存在するんだよ、うん、宇宙法則のことよ、うん、神を語る前に宇宙解明しろよ。仮想現実だよ、アホ。ちょっとよくわかんねえわ、まあ、これは分かる人と分かんない人がいると思うよ。神は見えるか見えないかっていうのは心の問題なんだよ。心の問題。うん。でも人では間違いなくない。うん。何でも信じてしまえばその謎の正体が現れた時に対処できるぞ。それ誰が言ったんだっけな。それと全く同じ理論をね、キリスト教の、なんだっけな、誰だっけ、忘れちゃったんだけど、頭のいい結構有名な学者が唱えて布教に成功したんだよね。人ではなくて現象だね。逆に言ったら俺らは神なんだよ。すごい薄いけど、うん、万物は皆神の子っていうのはそういうことだよね。兄ちゃんいらっしゃい。うん。そう、俺らは神のパーツなんだよね。すごい薄いけど、宇宙全体が神みたいなもんなんだよ。のんたいるよ。のんたいる。今、洗い物してくれてる。うん。でも、それに気づけない人もいるんだよね。それに気づけない人もいるんだよ。うん。宇宙人でも幽霊でも出会った時にそのものと思えか、
思えないかの、思えるか思えないかの差は大きい。いや、だから物が見れるまで信じれないんだろうね。愚かだから。うわぁ、ただの雑談なのに風船以上のアイテム、闇将軍以上とはさすがと言うべき結果ですね。闇はウナに必死です。はっきり言うけど闇将軍潰れるよ、このやり方してたら。あんだけ釘刺したのに。あんだけ釘刺したのに、またアクティブ集めに行ってるでしょ。また潰されるよ。はっきり予言しとこうか。もう今日で確定した。闇将軍のこの売名を見て、あ、変わってねえわ、こいつって。人は集まるだろうけど、囲われないっすよ。で、アンチに潰されるよ。こんな敵ばっかり作って。リスナーのこと何も考えてないじゃん。リスナーを道具と見たら終わりだから。ショビオさんいらっしゃい。あると気づいたところに心にあるってことかな。なんだろう。いろんな例で例えられるんだけど、俺は神様いないと思ってたの。神様にずっと祈ってた時があって、もう人だと思って神様神様って言ってたけど、神様助けてくれなかったんだよ。その時俺は神はいないなと思ったんだけど、神ってね、まだ出会ってない現象なんだよ。だから、この中にも神がいるんだよ、俺にとっての。この95人の中にも神がいるの。だって俺の夢を叶えてくれる人もいるわけよ。でもそれは誰だかわかんないの。未来にいる人かもしれないの。だから、宗教っていうのは心を清らかにしておけとか、信じろとか、疑うなとか言うのよ。要はそういう人にチャンスが巡ってくるのよ。その時初めて神っていう現象を会えるんだよ。わかる？天使も悪魔も人間なんだよ。で、その、求めたり信じたりして、ね、信じきったりとか、心を完璧に開いた状態にね、神に気づけるんだよ。なんだ、神様いるじゃん。あるじゃんっていうか。これが神かって。これがキリストの見た世界か。これがブッダの見たニルバーナかっていう。ミックいらっしゃい。だから、こっち側が気づけるかどうかなんだよね。だから宗教っていうのは、その、なんつうんだろう。人に迷惑かけたりいけないとか、基本的なことを理屈で教えちゃってるけど、実は違うんだよ。自分にとってすごくいいことなんだよね。さっきのね、なんかこう、なんだろう。なんで初見のリスナーさんにありがとうとか、その、神対応できるのって言った時、そこなんだよ。もしかしたら俺の運命とか人生を変えてくれる人がいるかもしれないから、全員に対して創生してるんだよね。人を救えるの。信じてる人はみんな幸せなの。あのね、そこなんだよ、結局。要はメリットがあるかデメリットがないかで判断してるから、そういう人には神が気づかないんだよ。だから神は信じたものにしかいないっていうのはそういうことなんだよ。現象でしょ？そう。だからそう、神聖に気づけるかなんだよ。簡単に言うと。その、神がかったものを信じてない人とか、そういうものには気づけないんだよ。あ、ちょっと飲みたい。ない人にはない。ない人にはない。別にまあそれでいいと思ってる。気づけない人は一生気づけないんだよ。だから、そのキリスト教的な概念と仏教的な概念がもう完全に俺はぴったしカンカンだから。ぴったしカンカン。神様に頼るなんてありえないよね。神への冒涜だからね。だから俺神様にお願い事なんかしたことないよ。まあ子供の頃はあったけど、神様何々欲しいですとか言わない。神には報告だけするね、俺は。手を合わせるときは祈りだけする。感謝と祈りだけ。神様にお願いしてさ、それが叶ったら神言うこと聞いたことになるじゃん。神への冒涜じゃん。自分より滅者に見てるじゃん。お願いをすること自体がありえないことなんだよ。神に。そう。だからそういうやつには来ないよね。お、クミタンいらっしゃい。引っ越しどうだい？終わった？そう。はい、こんばんは。ルミちゃんいらっしゃい。
引っ越して少し落ち着いた？あ、よかったよかった。うん。ね、住んでるところ変わんないの？あのエリアは。結構遠くに行っちゃったの。信号渡ってすぐのマンション。すげえ近場に引っ越したんだね。それ面白いね。そんなに好きなの？宗教戦争の終着地点はどこなのかな？だから、俺思うんだけど、結局さ、その日本人は理解しがたいのがさ、その、ユダヤ教があって、ユダヤ教にもさ、もともとその前の前身団体があって、で、ね、だってイエス・キリストがユダヤ教を信仰してたっていうか、イエス・キリストってキリスト教を広めてないっていうのを知らないじゃん。イエス・キリストってユダヤ教を広めてた人なんだよ。知ってた？みんな。で、イスラム教って全く別の宗教だと思ってるけど、全然違くて、イスラム教とキリスト教とユダヤ教って基本的に同じ神様を信じてるんだよ。そう。呼び方は違うんだけど、基本的に同じ神様なのね。あと、キリスト教白人で絵描かれてるけど、キリスト教の、ほら、生まれたところとか、育ったところ、エルサレムの周辺でしょ？あの辺ってさ、要は今の褐色の肌してる人、要は、イスラム系の人たちなんだよね。ああいう肌の色してたんだよ。だからそういうさ、もともとなんで、エルサレムっていう土地に3つの宗教が混在してるか、なんで戦ってるかとか、宗教的な、その考え方は分かってないんだよね。あと、キリスト教を信じてる人たちの根本的な概念で、キリストは愛の宗教ではなくて、憎悪の宗教なの。宗教学的に言うと。キリスト教とかさ、世界中のどれだけの数の人を殺してきたか。うん。それを知らないんだよね。うん。だって神の命令だったら、女子供、村、焼き払って全て殺せって神の命令で言ってあるから、だから戦争を肯定してるわけじゃん。うん。異教徒は皆殺しにせよって書いてあんのよ。聖書の中に。だから神様が戦争 OK しちゃってるんだよ。うん、まあ、イスラム教も同じ原理だよね。ジハードって。で、イスラム教の中にイエス・キリストって預言者として登録されてんだよ。だから聖人の一人で、別にイエスが最終的な預言者ではないっていうことを言ってるだけなのよ。預言者の一人で聖人なんだよ。イスラム教の中で。知ってたみんな。びっくりするでしょ？イスラム教徒もイエス・キリストをちゃんと預言者の一人にカウントしてんのよ。すげえやつになってんの。ただイエスは神ではないっていうのがイスラム教の判断の。だから俺はイスラム教の方が言ってること正しいと思ってるから、ただ戦争はダメよ。ただイスラム教徒をテロリスト扱いするんだったらアメリカ軍もテロリストだよ、そこはフェアに言わないと。イラク戦争って何だったのって話じゃん。ベトナム戦争って何だったのって話じゃん。まあ、アメリカ国民全員がそう考えてるとは思わないけど。だからそこはフェアに見ないといけないのかなと思ってる。もともとさ、イエス・キリストってなんで罰せられたかって、なんでゴルゴダの丘で処刑されたかって、ユダヤ教を広めてたんだけど、広めちゃいけない人に広めてたんだよ。女子供とか貧しい人とか異教徒とかに。要は、アガベーって言うんだけど、万人に対してそれを行っちゃったの。だから、異端扱いされて、カルト扱いされて、見せしめに殺されたんだよ。うん。バーガープレゼントありがとう。だから、イエス・キリストが布教活動をしてたのはユダヤ教ね。うん。だから、新約と旧約があるの。で、なんだっけな、目が見えなかったやつを目見えるようにして、キリスト教に、まあ、キリストの部下にしたやつがいいんだけど、そいつがもともとユダヤ教の、上の方にいた幹部だったんだよ。だからそいつが教義を作ったんだよね。そいつがね、エヴァンゲリオンを作ったんだよ。エヴァンゲリオンだ。聖書を作った。福音書を作った。セイントお兄さんって漫画読んだことある？あ、あるよ。あれを読んだらイエスとブッダに興味を持った。うん。
俺は仏教思想が結構好きだけど、俺はいつも言うんだけど、ブッダとキリストが見た世界は同じだって言ってるね。うん、ただ、山で例えてるんだけど、富士山っていう山があった時に無限にルートがあるわけじゃん。どっからどう登ろうかなって。で、例えばそのエルサレムの地と古代インド、時間軸も山が違うわけよ。ルートが違うわけよ。ただ山って面白いんだけど、頂上まで登ると同じ景色なんだよ。俺はブッダもね、キリストもね、言ってること一緒だと思うよ。偶像崇拝はダメだ。資本主義はダメだ。冠婚葬祭はダメだと。うん、金儲けも、要は欲望だとか。うん。人、万人を救おうとしてるぞ。だから俺は全く同じこと言ってるように聞こえる。ただその説明の仕方とか方法論とか、誰に説明してるのかによって言葉って変わるじゃん。だから、ブッダが生まれた時期の、要は悟り開いたニルバーナになった状態で、バラモン教徒に対して言ってるから、輪廻転生とか、そういう話がたどり出てくるだけであって、ブッダもキリストも俺は同じ世界を見てると思ってる。ユダヤ教はなんで嫌われてるの？頭いいから。うん、ユダヤ教っていうのは先民思想って言って、ユダヤ教徒以外は人間じゃないっていう考え方を。要は神から選ばれた子供じゃないの。だからユダヤ教徒って実は金の貸し借り禁止なのね。え？って思うでしょ？ユダヤ教って金融業でね、成り上がった国じゃん。え？って思うかもしんないけど、異教徒、要はユダヤ教徒じゃない人には人間じゃないから何やってもいいの。だからあいつらすごい頭いいの。すごいドライなんだよ。そうそう、パウロだね。うん、間違いないね。うん。カイソはパウロでしょ。うん。だから俺はいつも言ってんだけど、ブッダも宗教を作ったわけじゃないし、イエスも宗教を作りたかったわけじゃないんだよ。本当に人助けだけやりたかったんだよ。それを神格化して、弟子たちが宗教を作るんだよね。要はこの教えを伝えなきゃっていう時に、教義があって、ルールができて、で、集団になってっていう。でも、ブッダはまだ魂は生き返る、え？ブッダはまた魂生き返る。ブッダは輪廻転生については生き返るって言ってないですね。それは日本仏教が、要は大乗仏教が、中国産の仏教、要は道教とか儒教とかはそういう思想が入ってるからそうなってるだけなの。うん、ブッダは実は生まれ変わるとか生き返るとか輪廻は肯定してないっすよ。イエスはそこで終わるんだよね。イエスは復活だね。厳密に言うと。神の国っていう概念があって、レフトビハインドとか、宗教的な言葉があると分かりづらいから、ケーシュって言うんだけど、世界が終わるとアルマゲドンが起こるの。ハルマゲドンとか言うでしょ。要は、この地球上で大戦争が起こるの。でもその時に神が急に救いと手を差し伸べるの。で、神の国に連れてってくれるの。で、最後の審判っていうところで神様信じてたら、神の国で超完璧な体で超完璧な魂で永遠と生き続けるっていう。そういうのがキリスト教の考え方。だから地獄っていうのはこの世に残った人のことなの。もう、地獄っていう言葉も出てこないんだけど、本当のこと言うと。要はこの世界が、北斗の剣の世界みたいになるみたいな。うん。で、ブッダ本人は厳密に言うと、生まれ変わりはあるんですか？生まれ変わりはないんですか？っていう、弟子の質問に対して、毒矢の例えっていうのを言って、お前さ、毒矢で弓刺さったらさ、おい、この弓どっから飛んできた？弓の大きさどれくらい？どんな毒塗られてんの？どうしよう？どうやって抜く？とか言わねえだろって。毒矢刺さったらすぐ抜いて、毒抜かないとやばいよって言ったの。要はやることやれって言った。死んだらあの世があるか、生まれ変わりあるか全部わかるから、そんなことの前にお前悟る修行しろって。要は、お前が考えてること煩悩だよって言った。ブッダはね、ノーコメント。本当のこと言うと。生まれ変わりあるともないとも言ってない。ただ、もっと宗教学的に厳密に言うと、仏教の経典の中にブッダが説法で、生まれ変わりに対して説法はしてるの。だから、輪廻転生っていう言葉はいっぱい出てくるんだけど、それはもともとバラモン教徒に対して言ってんのよ。しかも、位の低い、要は庶民、馬鹿に教える説法の時によく出てくるの。頭のいい人と会話の時に出てこないのよ。輪廻転生って言葉。なんでかっていうと、バラモン教っていうのがカースト制度を維持させるために作ったシステムっていう、ウパニシャッド哲学とか言うんだけど。それで、もともと生まれた概念っていうのが、輪廻転生の。だから輪廻転生を信じてる宗教に対して、要は説法、そうじゃないだろっていうことを言ってたから、輪廻転生っていうお経が出てくるだけ。うん。ブッダは肯定してない。こんばんは。ガチャヒロさんいらっしゃい。バーガープレゼントありがとう。ありがとね。あざーす。
カースト制度嫌い。まあ、広大なインドで、あれだけの帝国を維持するには、やっぱ奴隷が必要だったってことでしょ。だから日本の官僚とか、頭のいい人たちが、要は日本人に、国民に本当のことを教えないのと一緒だよ。シャクソンは向き、うん。いいね。シャクソンって言い方がいいね。うん。うん、あーやべ、なんだよ、90分で終わりにしようと思ってたのに、もう30分やろうか、もう30分やろう、うん、あ、ハートプレゼントありがとう、のんたんみんなのんたん見たい、のんたん見たいってうるさいよこっちおいでよ、一緒に楽しもうよ、練習しないよ、生主の着替えたんだ、いつの間に着替えたの、うん、おいで、うん、みんなのんたん大好きだから、ちっちゃい子大好きだからこんばんは、こんばんは、うん、カースト制度のせいでインドが嫌い、でも富の国だからな、インドは、うん、富の国、うん、ハートプレゼントありがとう、のんたん、名前が充実しちゃった、あんま気にしない方がいいよ、どうせ映ってんだから、うん、見てる人のこと考えてあげないと、うん、見てる時はだって俺が端っこに映ってたら嫌でしょ、うん、リスナーさんの目線に立ってあげないと、はい、のんたん、ハートプレゼントありがとうございます、バカプレゼントありがとう、綺麗だよね、のんたんね、俺も美人だと思うよ、のんたん笑顔が可愛い、のんたん可愛いよ、うん、仕草も可愛いし、うん、可愛いおばちゃんだよ、可愛いおばちゃん、ハートありがとう、バカありがとう、風船ありがとう、うん、ね、のんたん髪黒めにしたんだね、おー気づいてくれたんだ、え、今日染めたんだよね、うん、すごいね、ゆいちゃん、え、真っ黒にすればよかったのに、黒髪似合いそうだけど、グレーのやつしかなかった、グレー、アッシュなのそれ、へえ、アッシュが濃いめに入ってるんだ、うん、おお花火ありがとう、花火ありがとうございます、のんたん代わりにスクワットやろここでいいよ、のんたんスクワットやってる、俺の代わりにのんたんがやります今日は、一緒にやる？結構きついでしょ？これすごいきついでしょ？1800回やったんだよ。一緒にやる？うん、じゃあ今度一緒にやろう。うん、一緒にやればよかったね。タイムラグあるからさ。悪い悪い。一緒にやればよかったね。うん、汗かくでしょ、うん、なんかごめんって。いや、ごめんごめん。ありがとうね。うんうん、美味しかったご飯ありがとう。うん。うん、かわいく見えるババアですね。かわいいババアですよ。俺より年上だもんね、のんたんね。うん。30、今 4? うん。俺の3個上。うん。うん。爽やか二郎さん、コメントありがとう。いらっしゃい。
みんなババアになるし、みんなジジイになんだよ。俺らにも若い時あったんだよ。年上女房は金のわらじを履いて出てもらえだっけ？何それ？知ってる？その言葉。履いてでももらえ。へえ。要は年上の女房は縁起がいいってこと。へえ。金のわらじを履いてでももらえ。どういう意味だろう。金のわらじを俺が履くでしょ。どういうこと？金のわらじを履いてでももらえ。金のわらじって何のメタファーなんだろう。だって俺が履いてんの。金のわらじを払ってでも買えだったら、履いてでもでしょ。なんかそういうことわざがあった。おー、のんたんは影があるのがいいね。のんたんの闇は深いよ。のんたんの闇深いもん。闇属性だから。払ってかな、うん、多分そうじゃん。年上に言えば金のバラジを払ってでももらえだったらまあわかる気がするけど、でも言葉ってね結構意味深かったりするからね。あの夜爪を切ると親の死に目に会えないってさ、あれその火のろうそくとかみたいなのだったから、あの深爪するから危ないって意味だし、あの蛇が住んでる家は豊かになるってあれ農民の話なんだよ。で、ヘビって危険察知能力がめちゃめちゃ高くて、だからヘビが家に住んでるっていうことは、その土地がすごい安全で、農耕がしやすいって意味だったりするんだって。だからことわざって意外とバカにできないんだよね。うん。俺、年上に思う。そうだね。俺ね、実はね、あの年齢下の人とはね、一回しか付き合ったことないの。で、同い年だけど全員ね、上、ほとんど。うん。だからね、あの、年上の人の方が言いやすいの、一緒に。年上の女房は金の草履を履いてでも咲かせ。全然意味違うじゃん。ちょっと待って。全然意味違うじゃん。どういうこと？金の草履を履いてでも咲かせ。金の草履を履くか。年上の女房は金の草履を履いてでも咲かせ。年上の女は目走りが効くから、目覚ます繁盛と言って、重宝がられた。はあ、いい文化じゃん。で、今のロリコン文化じゃなくてさ、あの、要はみんな幸せに結婚するシステムだよね、これ。多分。要は、あの、年上で、あの、もらい手がなかった女の人でも、早く結婚させてあげようっていう日本人の心遣いだよね、多分ね。ああ金の草履？金の草履がよくわかんないよね。あー、ヤモリかわいいよね。ヤモリとイモリって全然違うんだよね。だから毒持ってるのどっちの方だっけ。たまにトカゲ見るとね、子供の頃思い出すよね。うん、毒ないよ。イモリかヤモリどっちかあるんだよ。軽く毒あんの。かぶれるの。なんだっけな、イモリだ。イモリかな。なんかね、ちょっとね、違うんだよね。似てるけど。普通のアマガエルもね、毒ある。あ、あるあるある。そう。弱い毒あんだよね。だからかぶれたりするんだよね。カエルかわいいんだよね。すっごいかわいいよね。ちゃんと見るとね。ピコッ。目クリックリで。カエルはかわいい。うん、年上っていうか、一歳上の嫁？年が一個上って意味なんだ。何なんだろうね。一年上の女房か。出かけてくる、頑張って。じゃあ二人でやろうか。よし。二人でやろうか。ちょっと待って。どうしようかな。こっち側にやろう。これだったら二人映るかもしれない。よし。行くぞ、のんたん。一回。二回。痛い痛い。途中で止めるんだよ。この辺、三回。ここで止めてんだよ、俺。4回痛い。今日筋肉痛だね。うい。アホカップルの、うん。ありがとうございます。エリちゃんありがとうね、いつも。スタートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。
私は尻尾、ちぎれるのとちぎれないのとで分ける。イモリとヤモリ。はいはい。ちぎれるのがどっちなんだろう。まあ、どっちも可愛いよね。なんか水辺に生息してるかどうかとか、そんな違いだったよね。水の中にいるのがイモリ。イモリ。じゃあ俺が好きなヤモリの方だ。壁に張り付いてるのがヤモリ。あの、トカゲみたいなやつでしょ。茶色い。うん、ヤモリが好きなんだ。うん、なんでのんたん配信始めようと思ったの？いや、じゃあじゃあ、なんかやってみようかなっつってたじゃん。何、楽しそうだったの、うん、一回やったことあるんでしょ昔、うん、ちょっとこっちおいでニコ生ね。ニコ生やってたんだ、うん、でもすぐ飽きちゃったんでしょ。飽きちゃった、めんどくさいコメント来た、うん、何、どんな感じだったの？おっさんが来たわ、やっぱり。うん、そう、おっさんが来た。どんなコメントがあるの？え、普通になんか、あ、なんかその時は、うん、あ、箱かぶってやってたの、アマゾンの。ほうほうほう。暖房みたいな感じ？そう。イモリとヤモリね、見た目そっくりなんだけど、なんか手が違ったり、毒持ってたりとか、なんか、両性なんとかだったりとか、全然違うんだよね、実は。トカゲも可愛いんだよな。なんか、釈迦飼ってからね、やっぱ爬虫類にも興味持ったね。顔が可愛い。爬虫類と鳥類って結構近いんだよね。あの、爬虫類が、うん、エラがないやつで、うん、両生類がエラがついてる。あ、そうなんだ。両生類は何？水でも酸素が取れる。そうそうそう、両方。ウーパールーパーは両方いけるんだっけ？あれ基本水の中。大体水の中。ああ。あれなんかエラが出てるもんね。ビラビラが。うん、あれきしょいよね。うん、のんだんやるならどこでやんの？だって。ふわっちがいい。最初はやっぱふわっちがいいか。キャスはない。キャスはない。ない。今キャスやっても多分面白くないと思うよ。うん、まあふわっちはまあっていうかね、あの知り合いがやってるところでやるの被ってるのが一番リスナーさん的には見やすいはずだから。うん、だって闇将軍見なくなったじゃん。俺がふわっち行ってから、うん。でも来たら見るでしょ。やっぱ。うん。うん、だから。うん、ふわっちでやるのが一番いいと思うよ。ただ俺より稼いだらちょっと若干イライラ、ちょっと態度が変わるかもしれないけど、うん、俺よりアクティブ高かったりしたらどうしよう。へこむよな。風船、風船ありがとう、うん、でも男の配信者と女の配信者って根本的に違うもんね、うん、メリクリいらっしゃい、こんばんは、楽しんでいってください。体育座り似合うね俺メガネ今日どこやったの？後ろにある、持ってくる？ん？いる？あ、コメントね見づらいからあると嬉しい、うん、こんばんは、いらっしゃい、うん、そこは男の器量でカバー。いや、俺、キリオねえもん。俺ね、あんまりね、恋愛沙汰で嫉妬とかしないんだけど、配信のことは譲れなくなるんだよね。配信になるとカッカカッカするから。うん。だから、面白いやつ見ると未だに嫉妬するもん。なんか、いい回とか作る、神回とかがあると、このネタがあったかーみたいな。うん。今、枠取ってます。あ、そうなんだ。頑張って。うん。ねえ。俺もリスナーやってみようかな。つまんなかったら見ないけど、彼女の枠でも面白かったら見るね。寝る配信。寝配、あ、添い寝配信。添い寝配信。女の子バージョンはないから面白いんじゃないの、添い寝配信。うん。人来ない。だってそれそうじゃん。自分の配信やってんのに人のところでコメント打ってんだから来るわけねえじゃん。うん。配信に集中しないとダメだよ。ダメでしょ。何、あ、おっぱい見せないでよ。バンになるから。違う、これ。あ、ネックレス、うん、なんでおっぱい見せようとしてんだと思って。バンになるわ、と思って。うん、そっかそっか。うん。つけないで、
なんかネックレスの紐変えたんだよ、飲んだ自分の、チョーカー自分で買ってきた付け替えてワゾさん、話のネタはどこで勉強してるんですか？本、ネット？あ、まあ本でもネットでも何でもだね。でも一番重要なのは自分が体験したことを語るようにしなきゃっていうのは心がけてる。要は二次情報ってリアリティがないから、本とかネットでネタも探すけど、なんて言うんだろう、自分が体験したことってリアリティがあるし面白いんだよ。誰も聞いたことない話ができるからワクワクするんだよ。だけど結局その元ネタみたいなのがある話って自分で考えたことじゃないから、なるべくだから面白いと思ったらその情報を掘り下げて、その情報だけ見た人でも面白くなるようにとか心がけてるかな。っていうかね、普段ね、配信のネタばっか探してるから、あ、これネタになるとか、これネタになんないとか、俺よく言うよね、あ、あの時カメラ回せばよかったとか言ってるよね。そう。もうずっとプライベートも配信のことばっかり考えてて、なんだよ、このシーン、カメラ回したいとかよく言ってるよね。もう配信バカだよ。だから今日の2時間何話そうとか、もう毎日毎日3年半それをずっと積み重ねてる感じ。体育座り似合うよね。俺も思ったさっき。あ、いいでしょ？短めの。wado.tv は配信者らしくていいなと思って。ふわっちも .tv だから、このドメインいい TV だよ。ふわっち .tv よりも wado.tv の方がいいよ。結構当たりだと思う。でも、ぶっちゃけた話ね、俺はほらトーク系の配信者だから、やっぱトークは磨いていきたいっていうか、トーク好きだからね。だけど、別に配信イコールトークが上手くならなきゃっていうわけではないと思ってる。だから、金梅さんとかよく見てみ。あ、全然喋ってないから。金梅さん、へえ、とか、うーとか、アホかよ、とか言ってるだけだから。本当に間が長いんだよ。そう。意外とね、トークイコール面白いじゃないよ。だってさ、中にはさ、あ、そうですね。いや、了解です、はい。っていうだけの、全く喋ってない配信者もいるんだよ。これで面白いからね、普通に。だから、トークイコール大手になるじゃないから。おう、こんばんは、エミちゃん。どちらかっていうと、なんかこう、楽しむのが、リスナーさんとのコミュニケーションを楽しめる人は、いいと思うね。あとね、大手を目指してないっていう仮想配信者に言いたいけど、プライドねえのかって言いたいよね。大手目指してないのと大手になれないのは別だからっていう。大手目指してないっていう言って発言力があるのは大手だけだよ。どうした？取れなくなっちゃったの？どれ？取ってあげる。言ってくれればいいのに。はい。取りづらいねこれね。これはね、飲んだ。右をこうしてこうつけるんだよ。そうそう。そしたら右手で取りやすいから。ネックレスとジッポがまだ見つからない？再発行しませんよ。再発行しませんよ。のんたん自分で紐買ったんだって。オリジナルにしたんだって。いいね、それ。かわいいよ。どこで買ったのそれ。楽天で売ってるんだ、そういうの。いいじゃん。のんたん大丈夫だよ。のんたんにご飯作ってもらった、今。はい、ワドツー、桜子いらっしゃい。楽しんでて。のんたん可愛いよね。俺、昨日気づいたんだよ。あ、のんたん美人なんだと思って。ね、昨日言ったよね。あんまりね、そう、顔とかじゃなくて声とかキャラとか見る人だから。あ、結構顔整ってんだなと思って。ね。そしたら、のんだんが若い頃いかにモテたのかっていう話をずっと聞かせてくれたの。ね。高校生の時モテモテだったんだって。
あと男でこじらせた話も面白かった。そう、のんたんのね、過去の恋愛とかね、高校生の時の話をずっと聞いてた。面白かった。ストーキングされた話とかね。のんたん声いいよね。だから、あの、顔出すのが嫌だって言ってるから、自分の配信やるときは。だったら、あの、ラジオ配信でいいんじゃんつって。うん。声いいんだから。俺、声フェチなんだよ、結構。声、綺麗な人とか可愛い人、グッとくるんだよね。うん。あ、のんたん、ツイッター見た俺の。あの、のんたんは、あの、メンヘラじゃないっていうツイート見た。うん。あとで見といて。うん。リツイートなんだけど。ちっちゃいし美人だから余計にモテる。と思うんだけど。と思うんだけどだよね。うん。熊くんお風呂に入れて、フェレットってお風呂入るんだ。知らなかった。行ってらっしゃい。フェレットってお風呂入んの？うん、へぇ。月に1回ぐらい。フェレットって結構獣臭するよね、匂い。で、それで洗ってあげないといけない。それとも本人が入りたがるの？ああ、入りたがるのもいい。なんか水遊びが好きだったりとか。へえ。はい、ヤマハさんいらっしゃい。そうですね、アドベンチャーライフですね。はい。よくわかりましたね。うん。頭突っ込んだりとか、水に。へえ。珍しいね。うん。うん、俺が普段配信してんの、のんたんわかんないって言ってんの、この音でやってるからだよ。頭につけてこな、うん、結構うるさくて声聞こえないでしょ、俺の外の音っていうか、うん、そうそうそう、ずっと音楽流れてるから、でヘッドホンだから聞き取りづらいんだよ、うんうん、なんか二人怖いって。シャンプーにつけて洗っていきます。へぇ、シャンプーにつけて洗っています。うん、ケンケン一人喋りってなんだろう、うん、一緒にねお風呂に入ったりしてた。へぇ、私のフライ入ってるかって泳いでてしまって、泳ぐのうまいよ。へぇ、フェレットって何、なんかここ20年ぐらいで急に来たあれだよね、ペットだよね。ネズミなの？何なの？クマ？イタチ。あ、イタチなんだ。へぇ。でも日本にいたイタチではないでしょ？そう、ヨーロッパ系のイタチ。おー。何？コミュニケーションは取れんの？うん。なんか、どんな感じなの？もう全然、友達飼ってたんだけど、なんかよくわかんないと思って。泣くの？クククククとか。うん。キャッて、喜怒哀楽とかも感じるのやっぱり、うん、飼うの難しいよ。飼うのは、うん、飼いやすいと思う。泣かないし、うんうんうん、10年ぐらい生きるんだっけ。うちは10年。フェレットな、一回だけだから見たことあって、あ、かわいい。こんくらい結構でかいよね。細長い感じだよね、こんくらいの。結構なんかね、800グラムぐらいのから、うん、俺が見たのこんくらいいたよ。3キロぐらいになっちゃうのがいるらしい。うん、すごい、こんな、そう、結構でかいんだみたいな。で、胴が長いよね。そうそうそう、手足短くて。うん、ケンケン17歳一人喋り。どこにケンケンは、ケンケンが今配信やってんのかな、うん、お面白いのハッチがハマってるけど、うん、友達が飼ってたけど手術してなくて強烈な匂いがした。かわいいね。匂いきついイメージがある。あ、なんかだいたい売ってる時に、うん、なんか売る前に手術して、うん、その匂いの線を取ったやつが売ってる、うん、去勢したやつ。でなんかブリーダーさんとか、うん、ショーに出すようなやつは、うん、そのままの、ノーマルの飼ってる人とか、でもそっちの方が高い、うん、カップルっぽくない。そう
いや、まあそう言われてもね、うん、何っぽいの何配信っぽいの、カップルっぽくないかな、うん、兄弟っぽい、うん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、のりこお姉さん、うん、何っぽいんだろう、逆にどういうのがカップルっぽいのか教えてもらいたいよね、うん、モンタンの方が妹に見える、嘘、三個上だよ、俺の方がなんか肌ツヤ良くねえか、ハゲてきたんだハゲてきたんだ、うん、あ、そう、あ、まあね、幼い感じはするよね。バーガープレゼントありがとう。新しいフォロワーさん、モモンガさん、ユナさん、チャポさん、フォローありがとう。たまたま隣に居合わせた人と、配信病の人まあ病気だよな、ここまで来たら。ハートプレゼントありがとう。うん、配信ね、やめる気が起きないかな。うん、だから、うなちゃんマンがさ、なんだっけ、14年だったんだって、配信のキャリア。いや、14年ってどこのサイトだよって思ったけど、14年間やり続けて、やめるってどんな気持ちなんだろうと思ったけどね。病じゃない配信、まあ、病気だろうね、ここまで来たら。まあ、普通の配信をやったことがない人からしたら病気だよ。配信中毒でしょ。うん。さかなクンみたいなもんだから。魚くんもさ、ほら、なんか病気感あるじゃん。魚を語ってる時の魚くんって。やばいじゃん。ああいう感じでしょ。うん、でも、俺他の配信者と違うのがさ、配信あんまり見ないんだよね。実は。俺 YouTube ばっかり見てるんだよね。うん、たまたま隣に居合わせた人と配信。なんかいいけどね。なんか離れてるからじゃん。こっち来れば。あんまり近くない、うん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 、髪伸びたね、だいぶ、うん、この辺だったよね、うん、距離の問題ではないって言ってた。距離の問題じゃないの、うん、いや、離れてるからかな。なんか占い師の人に言われたけど、カップル、夫婦を占うときに、仲いいか仲悪いかって、肩の向きで、こう俺がこう座ってたらだけど、ノンタンがこっちの肩が下がるんだよ。もう一枠いかないかな。こういう、逆逆。こうやってやってる、ほら仲良さそうに見えるでしょ。自然とこうなるんだって。で、ちょっと、スクワットもうちょい待ってね。で、こうなったら、逆やって。逆逆、肩、そう。自然と、こういう感じになるんだって。その、別れるカップルって。もう、それ極端だけど、そう。こういう感じになるんだって、夫婦って。仲いいと。おし、じゃあ、10回やりましょう。ありがとうございました。10回やって終わりにします。ありがとうございます。1回。二回。ゆっくりやる方がきついでしょ。三回。四回。五回。ありがとね、みんな。お疲れ。六回。七回。八回。九回。ラスト。頑張れ。10回のんた挨拶して、なんでみんなバイバイ、バイバイあ、お疲れ、お疲れ様です、お疲れっす、ちょっと顔見せてあげなよ、みんな顔見たいんだから、はい、バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう
やめて。